病症というのはね、流刑の時にちなみに等と個人この何を得てか、すなわち従事たる、ね、昔のその個人は偉い人たちはどういうところで本当の大安心を得てるかって、こういうことですね。そうすると流刑にはね、俗の空室にいるがごとし、この時はパーリロジャーことに晩年好んで、その話されてる。泥棒が空き家入った一生懸命になってこうそーっとこう上げてですね、こうして入ってきたら、そしてこう懐中電灯で照らしてみたら何もない。あれ一体何どうやる。俺は空き家だ。空き家じゃ取るものはない、取るものはないけれど逃げる必要もない、追っかけてくるやつもいないとか、こういう結構な世界がある。今我々が生命の実物に出会うってことはこの空き家が入ったんです。いや我々修行してうまいこと悟ってやるぞってうまいことしようと思ってみんなその修行するの。ところが本当の生命の実物に入ると生命の実物どうしなくてもいい世界ってんだから、これ何も取るものがない、うまいことない、しかしながら逃げる必要もないっていうのはあるから、結構、まあ、追いかけてくるものもない。生命の実物ってそういう世界、決してどうしなくてもいい世界、もがかなくてもいい世界で、この今現者の主義はね、この生命の実物にこの時帰ったわけだね。だからもはや改めてその間に出てくる必要なくなったって言ったし、それで帰ってくる、すなわち鉄砲に帰る。鉄砲と名古屋越える水だ。どうした水だ。水だってのは地域に利用者を持ってるからね。これもまあ名古っていう言葉はね、生命の実物を見てるっていう、お前の生命の実物どうか。そうすると現者にはついにあえて人をたぶらかさる。これもいかにも、私は正直者でね、人をごまかすことできないんですって、そう言ってるみたいで、そうじゃないね、結局騙しようのない、騙しようのない世界ね、騙しようはありません。生命の実物ってのはみんな言葉でみんな騙すんだからね、言葉実物はもう騙しようがない。だからこの言葉の捕まえた中にはあらずだ。それでもう生命の実物って言ったら、これは騙しようがありません。この言葉を鉄砲ことに愛してやる、誰かこの言葉を持たざる、誰かこの言葉を道徳せん。いやこの騙しようのない世界っていうのね、これみんなそうなんです。決してね、みんな騙しようのない世界に住んでる。しかしながらこれを本当にはっきり言う、誰が言うのか、道徳っていうのは、人っていうのは言うっていう、本当にそれを俺のものにして誰が言えるか。で、鉄砲をさらに問う。水だ。
何故変算せざる。それにしてもお前その間に出てくるって言ったのにどうして帰ってきちゃってその変算に行かないか。そういう地理はだるま騒動に足らず二度再戦に浮かず。だるまさんはインドからわざわざ来てないですか。二度大使は別に再戦に行ったわけじゃないんですけど、とにかくまあ、クイズとしてですね、インド人のだるまさんに寄付したんだから、それで、あれなんだけど、今、修行僧が言うのは、だるま行動に力で二度大切に言うかと。これはもう丁寧の実物に返ったらですね、これ般若心経に書いてあるように風象風月風空風情風情風現もう出会いに何で何もだるまさんがわざわざこっちを地面に来たわけじゃない。それから水戸さんがここへインドへ学びに来たわけでもない。こういうことです。天地いっぱいなんです。当然に今も毎度お話しするけど、私いつも毎日ウィリアーベリーの土手を空を見るってもただこの辺で見てるじゃない、こう真上を見ながらこうやって歩くんですね。それでこうやって歩いていながら歩いてるため、私は確かにこうやって歩いてるんだけれど、ここだったらこう歩いてるって天井見てても分かりますよね。ほら、これが、全部大空でね、青空でこうやってたらね、歩いてたって分からない。歩いてるのが歩いているほどにならないね。これがね、音楽に見たとしたら、それが不思議でしょうがなかった。それでこの大垣の内戦場を見ながらいつでもこうやって歩いてた。そしてね、最近になってね、監視みたいなもんだ決して監視じゃないその神戸には天空の神、こっちには大地のもっと、これ空気のもっと、そしてどうせくおのずから ほら ちょっと感じみたいな こうやって歩いてると天いっぱいね、これは俺の傘。それでこの大地、ここから下はねこの墓間ですね、もっとは大地物理です。それで確かに俺は歩いてるんだ。しかしながら絶対に動いていない。これ不思議なんですよ。でそれで歩いていないのに、しかし風がね、おのずから来ないって、この風は来るもん。これから水流がね、結構これがね、とにかく非常に不思議な世界。これ嘘だと思ったら皆さんやってみてんだ。これそう金つかんないとか田んぼ、どっか近所の田んぼ、広い田んぼ、あるいはビルの屋上でもいいよ。とにかく電線のない大空がパーッとこう見えるようなとこね、そこに行って技術やってもらうさ、お
と足の運動にもなる。そしてその時にね、本当にこれ我々天地いっぱいのところに生きてる、天地いっぱいのところに生きてる時ね、干して上手にしてからこれ簡単だそのそれで弾幕を通り伝わず二度最善に行かずっていうね、動かない世界がある。しかしながら風をおのずから来ないと、ここにまた味があるね。俺は動いていないのに、その俺の天地いっぱいの世界に風やじっとこう来る。これでだからダルマさんもニソさんもないわけじゃない。ダルマはダルマ、ニソはニソ。これだからね、今のこれをあのもうちょっとこうなんて言わない、陰を踏んでね、それで教則もあって立派な感じになったら、もうこれ元気だと思うんだけど、あたり残念ながらそういうことやることを知らないから、まあこのまんまだけどね、その事実皆さんやってごらんさい。その天地いっぱいの中に、そしてどうですって言ってたのある。これ本当にね、これ簡単にこの仏法の味っていうのはあるんですよ、分かるんですよ。で、ダルマ尊者に至らず二度再生に向かうという密接法ことに褒める。日頃は釣りする人にてあれば、もろもろの長所夢にもかつてまだ未だにけれども、俺はまあ大体芸者っていう人は漁師出身だからね、だからそう学問があった人じゃない。それでお経もお経やなんかそう勉強した人じゃなかった。しかし志の浅からぬを先とすれば、この志の浅からぬということを大切ですね。自分のさっき言ったように自分の一生の方向、それをはっきり見つめていない。仏道修行っていうの何か、何が一番大切かって、自分の一生の方向っていうのをはっきり行き着くところに行き着いた人生を送るぞと、そこを行き着くところに行き着いた人生、それだけが俺の狙いだ、これを見失わないように。それみんなその、カッとした悟りがあるっていうと、あっこっちの方がいいかなってすぐこう動くでしょ。そんなにね修行してっちゃって、その一生の生活どうなんだって言われると、あそれもそうだと思うね。そうかと思うと、インドにあるその今飢え死にするし貧乏な人もいる、ベトナムもそうだ、カンボジアもそうだって、そういうようなこと言われると、あそういうこともしなきゃあんないけど、いつでもふだ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 自分の狙いが決まっていない。それはね、例えばあれですね、カンボジアの人たちに何か手を差し伸べろって、それはやったらいい、やる人は。しかし今我々が自分の自己の人生の狙いっていうのは、あいつらもう動かないところなんです。そのいや、どうせね、終了の人類に動かしたら、ウィズにするやつはどこにでもいるんだ。それでね、こういう、またどうしても食われない人間っていうね、例えば、まあ、愛情の人たちもいるだろうし、それから、差別問題もあるだろうし、それから、どっかに戦争が起こってて、悲惨事もあるだろうし、まあ、いろいろな地球的事件っていうのね、大昔からね、すべてやんだことはないんだ。だからそんなことはいつもね、ちょこ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 、あ、これ今これもしなきゃ、これもしなきゃならないって言ったら、一生何にもできない。今我々の狙いは一生、自分の最も宣伝された人生態度っていうの、それだけを一生懸命追求して、これを人類に、その、
当に掲げる、そういう誓願を持てばと。だから私はいつもここで、非常に変誓願のっていうね、誓願だけに、私不誓願を言うのはそれなんです。要するにね、我々仏道修行者っていうのは誓願だけが大切だ。で、それから今の、宗教的社会事業、これは社会事業を変えればいいんだ。それで、社会事業家に、が怠慢にして、まあ、ベトナム、カンボジアがどうだこうだと、これ、まあ、日本の政府がやったらいいんだ。これ、政府のやつ、なんか、村の金いくらでも使いながら、で、暮れになると、ベンチャーさん行って、また、これ、あれじゃない、忘年会やってるじゃない。そのこといくらでもやりながら、やることやってないんだ。それ、社会事業家がやってない。それで、俺の一生ってのは、俺の一生は俺の一生で、どこまでも、これだけ大切。それで初めて仏道修行できるんですよ。私はだから安泰寺の人、安泰寺にいるだけで、25年たわるまで、坊主になってから30年。その間、これはね、何人も世の中から見捨てられたような格好で、ただ俺の慣れだけやってきて、そうするとその間に、あなたは、世の中にちっとも働かないんですか、という学生が、多いもの、学生たちいつも来るけど、学生の言うことはみんなそうです。その時にね、私いつも言うのね、世の中ってやったらいつもこんなになって、いつも動き詰める思いで、そんな中にじっとね、一点としてとどまってると、これが一番大きな思い。そして、それをこうしてはいられないって言ってね、社会人をかなんか、飛び出して、どうせまたこう、動き回ってる一部意識でしかなくなる。大切なのは、私はその点は、誓願のはっきりした男で。俺は大体人生ってやつみんなわからない。それに対して、本当の人生のあり方を俺が突き詰めて、それで人生のために掲げようっていうの、これが私の初っ端の、出発点ですかね。それで、だから今、私の弟子たちにもそう言って、これからの地球上の人類を本当に引っ張っていく人間です。これ、座禅は、座禅すら、それでみんな誰でも結構な座禅。しかしながら、これからの地球上の人類をどういう力で引っ張っていくっていうのは、これはもう強力な機関車でなくちゃダメだ。その強力な機関車であるためには、何十年座り抜かなきゃダメだ。それだけ、まあ、弟子たちに言ってますがね、それだけだ。で、心がけの浅川のを体調すればというかね、本当に俺の狙いっていうのはともすると仏道修行者は入試なのに、そしてこんなことしたいなれない、かまれたために働かないだってね、そういうふうに一緒他から言うもんで、ね、そうそうだなと思って、それにつられて動きだ、絶対に動かないっていうね、そこが大切だ。で、志浅からのを先とすれば火災に来るる地域で現れてる、火災っていうのは周りの人たちに、農産の人々によりも優れた地域が現れた、鉄砲も火の中に優れたいと思い、文化の確立なりと褒める。確立っていうのは深くを表したものです。で、絵は布を持ち、一つを変えたりすれば、桃する意味に優れて、どうせ世間には働かないんだからね、一方ぐらいはしゃがない。私自身ね、何も世間に働かない。
それなのに贅沢した生活しようっていうんじゃ、これは悪い、許されない。もう一人に連れて行ってくる、そのくらいのことは、私は安泰人材の戦争を通してるもんだから、ほとんどひどかった。もうこの子供の袖ももう何重にも釘当ててね、終わったかなと脳筋みたいな、脳筋着てるようなことね。あの子供はあの持ち立ったか知り合いにやっちゃったかって言ったけど、あれ惜しかったね。あれちょっと国宝になるあの半自動車ね、半自動車が帰るそれをその頃自然に乗って上司にちゃんと私とパーティーロースを送って電車に乗った。そうしたところは、まあ、パーティーロースが一つ席空いたからパーティーロースに入った。そしたらあの真ん中にあパーティーロースが座った、こっち側に空いたんで、まあ、私が座った。そしたらこっち側にまたもう一つ空いたから上司にちゃんと座った。そしたらパーティーロースが立ってね、お前こっち行こう、私を真ん中にしてパーティーロースに座ったからね。そして老子が言うのね、お前のこの子あれすると隣の人が気味悪くなるって言われたそのあのあのその子供って言うとみんなあれを使うやつね。それから私も考えて高い知恵も持たなくてで一生懸命宅発してその衣を取り替えて、それで新しい衣を替えたんですね。さあ新しい衣を替えて宅発したら途端に帰るみたいなで、何これやっぱりこう汚い衣でやるよりも綺麗な衣を着てやった方が宅発が入るっていうのがもう世界だなと思ったね。それで、衣代の、ちょっとでその焼却したのだから私もこれ大体あのこの前の言った時の随文記で角度を集めからの日になるべきっていうね言葉学生時代から見て崇高なるは思いになってあれしたのね。で坊主になる時にあれしたら川次郎氏は楽天の裏にね、大自然寺の絵を描いてた。風神に宅を建て、有生を持つって。単なる花粉
そして名産になる花粉を水にかあれに対して話しくれた。話しくれた。本当に冷たいね。その古参なる生活って本当に悲しい。彼を池に入れても天の恩を補うなくって話っていうのはね、その着物をあれするんで着物がないもんだから、あの葉っぱのこうような大きなねあれをこうつるってですね、そうして来たっていう話は昔あるんですね。ところが今はね、その葉っぱがたくさんあの池に落っこって、しかしながら残念ながらそれをこう潰る糸がない、糸さえもない、そこがね白雲を持ってたずいでたな、こういう絵、ですね。これをその坊主になったそっぱなにそれその感じをしたら書いてもらって本当にさもう感動した覚えがある。ところがそれから坊主になってきて、今度は戦争が厳しくなってきたから、いよいよもうあれなんで、それから今の生活はそこほんと変わらない生活になってきてね。それで今は今もう全く変人になっちゃったけど、貧乏になれるってことは一番豊かなことだと思う。みんな怖いな、貧乏になること怖いんだわね。ところが貧乏ってのは変人っていうのはこれにもふうに見えてで、これ今のその電車のあれでも交通費に触れてる課題には家を用いてる、このね神頃もこれあったかいわけで、ただガタガタ言うけど私もやってみたいと思います。で、体操を持ちてる、これはモウサーというヨモリのあれですね、これをよくヨモリの葉を干してですね、もんで綿のように、だからまあお給のモウサーみたいなもの綿が入って、で鉄砲に関するほかはリオの知識を弔わないせる。この段はね、私坊主になる以前に西安全寺の経歴読んで、あのこの間もその経歴これあれするのにちょっと読んでみたら、西安全寺がそう書いてあったね、確認するのはちょっと一人の師匠に切り替えてじゃないっていう話が書いてあった。私もあこれ見て確かに感動したなと思い出したんです。本当にね、そのあっちこっちにねふらふら歩いてきたらダメなんだ。本当にこれっていう視点についたらもう動かない。西アイデンティも月丹老人に12年間随身したっていう人の経験に書いた。私も取れたもんだからそれ読んで確かに一人のうちに気づかなきゃならないと思って坊主になったんだけど、いつの間にか半老師が亡くなるまでと思ってたら25年過ぎた。その西アイデンティのバイキンパで、でいや私はその点本読むにでもこれは大切な本というのは、例えば十文字みたいなのね、これはもう何千でも繰り返し読んで、この十文字がほっくり自分のものになるまで読むこと。で、沢木老師に聞いた場合でも、沢木老師の言ってることが自分の言ってることと物流になるまで聞くと、こういうつもりですね。これが大切だったと。そうしなきゃ、本当に学んだことにならないからね。で、使われてもまさに火の方を作る力から目にしてる。だから火のことは知らないですよ。私その注文の坊さんの足があなたはどうですかこうですかってそんなは全く知らない。
私は大体坊主資格もないけれど、今来ると思うね、坊主の資格もないのは当たり前と思う。お経が読めないし、意識欲しいけど何も知らないし、これは坊主としてその資格がないのが当たり前。そんな坊主資格はともかく、とにかく仏法の一時だけは一生懸命その一人を死について学ばない。で、悔いに一応得てのち、どういう決め手にいら、人事公開、これ一家の名字。いよいよこれ、人事公開一家の名字が出てきたわけですが、この人事公世界と、人事公世、実行っていうのはね、普通は、東西南北、自由異常ですね。東西南北とこうあるでしょ。それの間が、こう4つ、あれ取ったのが自由意。で、上下って、これで、十法だったね。しかし、ここではね、決して方角を言ってるんじゃないんです。人十法世界とかね。私がいつも言うように、私は私の世界を持って生まれてきた。私は私の世界を持って死んでいること、私の勝利と共にある世界ぐるみ、それが人事法です。というのは私が体験すればこそここにこういう世界がある。で、世界を体験するということにおいて私は生きている。だから私の体験するということと体験される世界と、これは現生の実物としては一つです。これ生命の実物というのはこう世界と私とってこう分かれる、全くその体験、生命体験、これが全部の私の世界、これが人実法世界、今言う生命の実物だ。実物ばっかりに今仏法では言うんですね。で、この消防現象でも現状はね、法っていうのね、これが生命の実物を言ってるでしょ。だからマカハニヤ・ハラミツのマジではそのマカっていうのが生命の実物だっていう話です。この実家の名字のマジではこの名字人実法世界一家の名字、この人実法がそうだし、名字がそうだ。だから次の特進ベルスの前では真実、一心ですね。これが一心一体法、一体法、一心というのが、これが生命の実物。また小悪魔者の前には魔者ということが生命の実物。無償の前では無償というのは生命の実物。要するに総合弁論ってね、ただこの生命の実物をあっちの面からもこっちの面からも、そしていろいろな生命の実物の本当の働きと具合、あれこれと消防弁論は書かれています。だから人事、今言う人事法世界っていうのは、これは私が生きている生命の実物ですね。これは一粒の名字、名字っていうのは明らかな玉って隠れたとこはない曇りがない、隠れようのない世界で、玉っていう限りやっぱり、これ限りはないですよね。地球上でもこれどこも丸いからこうあっち行ったりこっち行ったりってことですから、どこまで行ってもこの地球の果てっていうのはないですから、あれと同じ玉でも果てはない。だから人事法世界、これ一家の行事っていうのはね、どっちへどう転んでも自己組の自己っていう、そういうことだ。どうせ我々どっちへどう転んでも
たとえ地獄へ行っても自分の命を、極楽行っても自分の命を、で、まあ自己身の自己以外のところは出られないんですね。もうどっちへどう転んでも東西南北にどっちへどう転んでも自己身の自己を、それからこの次に時にそうと、まあこれ電車の次が人事一方世界、これ一家の行事ですね。そういう言葉を言ったんです。そこへ盆栽が出てきたね。そしてそうそう、下駄回るに和尚を言えることは人事一方世界、これ一家の行事です。逆に考えとくね、あとは人事一方世界、これ一家の行事って言われました。我々学人としてはどういうふうに理解したものでしょう。こういうふうに、こういうですね。そうすると次は人事法を理解、これ一家の名字、絵を用いて何かせん、これ人事法を理解、これ一家の名字なんで、どう理解するなんて、そんなはず理解でことはことじゃないと。こういうそれでまあその層は一応小さかったんだけど、大日ってのはあるんだよね、翌日だ。帰ってその層にと、この層にちょっと本当に慣れてかどうかって言ってね、人事を世界、これ3日の行事、何時ともさんかへ、お前どう見たい。そしたら僧がですね、昨日言われた通りと言った。人事一方の世界、これ一家の名字、絵を用いて何かと言った。そしたら次、いや次の何日奥さん物理に向かって活気を鳴くこと、ああやっぱりお前は果たしてこの真っ暗な山、真っ黒の山、それの中の暗い洞窟の中へ組み込んで、そしてジタバタ、してる、こういうことだね。と、この問答を見ると、いかにもね、全くこの層は、一日一世界、これ一家の行事ですけど、全くわからない。そういうことになる、要はね。ところが今、道元禅師はこれから以上ね、提唱されることは、そうじゃない。この層は、ちゃんと、人事一方世界、これ一家の行事ですけど、ちゃんと心得てる。そして、この煩悩があった。もう、そういうとこから、提唱されるとね。俺だとすると、これ、この煩悩を、どうしてそんな風に見られるか、なんかへりくつつけてんじゃなかろうってね。さっきのさ、好みあるにあらず、すぐ見習いっていうの、あるにあらずっていうのは、色うなりっていうと、なんかいかにもちょっと、一家人の、自分にあっての理屈つけてんじゃないみたいな感じですね、思われるように。ほらこれそこでね、そういうもんじゃないっていうことをね、あれするために、こういう私はね、男がね、今日はバカにおめかしてどうしてたいってことね。
女が「そんなこと聞いてどうするの？」そしてこれしばらく経って女がちょっとまた気になる。今日私がお化粧してるのはね、そう言い始めた男が、そんなことを聞いてどうするの？どんなの？あら、何か誤解してるのね。いや、そうです。このね、こういうコントを私は書いてあります。これと今の僕と似てられて見てください。少なくとも我々文法はわからない、色気だけはわかってる。だから文法、今は文法の話を色気と置き換えてね、こう見てみるとこういうことになる。真実法世界、これ一家の妙です。これね、本当は誰だって彼だって今言うように真実法世界、これ一家の妙にみんな生きてる。それなのに外側に真実法世界、これ一家の妙にって芸者の人が言ったんですね。これは大いにおめかしと、おめかしして言ったんですね。おっと、女が、あ、これ前、あの女の方が原価ですよ。これは、そんなこと聞いてどうするのって、ね、もう分かりきった話じゃないかってことですよね。これ前、きっとこの男と女はね、あの、まあ、勤めだったを同じ同僚だと考えてきたり、そして、ところがその女の人が、取引先のね、あの、いつも来る彼と仲良くなって、これ男もそれちゃんと知ってると、こういう、設定で、まあ、見たらいいんじゃない。そうすると男はちょっとこれそれに絡んでるわね。そうすると女がもうこんなこと分かってるじゃないのって、そういうことだね。しかしそれで引っ張らせてもちょっと女の人が気になるもんだから、また今日私がおめかしてるのはねってこう言い始めた。そうすると男はちょっとあのタッチの言葉そのまんま、そんなこと聞いてどうするのって言い返す。そうすると女は、あら、何か誤解してるのね、邪魔したね。なるほどね。それ今のこのあれも結局そういう風にひっくり返る話。これ何もこれ色気のない子供にこの話見てたのか。そしたら男は何もね、この今日女の人がこのおめかししてるのに全くわからない。なぜだ、不思議だな、今日はこの彼女ばかりをおめかししてるけど不思議だなって言ってこう聞いちゃうとかね。そしたところがもうバネられて、なんだかわけわからない。そして本当に今日彼女がおめかしてることを最後までわかんないで、なんか変なところ誤解しちゃってるんだなって、色気がない子供がこれ、まあこういうお子さんたちいないからあれだけど、男みんな色気のある人だった、この彼らみたいなね、男と女と、その話はもうちゃんと実物が分かってんだ、分かっている
者同士がこの言葉のやり取りしてるんだっていうのね、わかるでしょ。それと同じなんで、今こう人実法世界これ三日の明星、それでもあの電車も塔もみんなこう話は分かる、分かっていながらこうやり取りしてる、そういう話として道元禅師は受け止める。そういうのは実際に誰でも彼でも人実法世界一貫、これ一家の行事でもって生きてるんだ、その上での話。それでまあそうですね、次のあのこれからの、道元禅師の成長はそういうところから全部見直すんだね。だからその僧が何もわからないっていうんじゃなくて、僧がちゃんと知った上での話ですね。